すみませんあ,ああいいえ。俺も前方不注意でした。すみません。怪我はしていませんか見たところ、膝は大丈夫そうですね。足首をひねったりはしていませんかあ、あの、大丈夫という割には、眉間にシワが寄っていますけど。 あ待って動かないでください俺が拾いますからそこのガードレールに座っていてくださいよしはい多分中身は間違ってないと思いますが確認をとその前によいしょっとはいひざまずいた俺の膝に足を乗せてください 心配しなくても何もしませんって足首の様子を見せてくださいああ素人目にも腫れてるのがまるわかり本当にすみません歩くのも痛いでしょう病院まで送りまえ大事な会議あ,あちょ待てってあ <laughs> ほら、そんな足じゃ走れませんって。事情を話して遅刻とか。絶対無理。ねえ。あの、失礼なことを言いますが、自分の足を犠牲にしてまで約束を守らなければいけないんですか最悪の場合、骨にひびが入っている可能性もあるんですよ。 憧れの人とやっと取れたポイントですか、うん、そんな泣きそうな顔をして仕方ないですね会議何時からですか場所ははいえそこってへえあなたがなるほど ここからだと走れば十分間に合いそうですね。足首をひねっていなければ、ですが。分かってますよ。遅刻なんてできないんですよね。ほら、足に負担がかからないように立ってください。いいから、早く。遅れたくないんでしょよい、ちょっと。さあ、行きますよ。 文句なら後で聞きます。それよりもしっかり捕まっててくださいね。喋ってると舌噛みますよ。間に合いたいなら黙って俺に抱かれてて。よかったですね。指定の時間までまだ20分はあります。間に合いましたよ。<laughs> そこまで嬉しそうにしてくれると。 頑張った会がありました。んおろしてほしいいえいえ、最後までお付き合いしますよ。はい。このまま会議室までお連れします。ははは、まだ気づかないんですね。鈍感というかなんというか。まあ、マスクとメガネしてたら気づかないか。俺は今両手が塞がっているので、 とりあえず、俺のマスクずらしてください。顔見たら、俺が誰かわかりますよ。<laughs> 驚きすぎて目がまん丸。はい、今日の打ち合わせ相手です。憧れの人って言ってくださって、嬉しかったな。間に合わないって泣いちゃうほど、会いたかったんですよね。 泣いてはないああ、そうでしたっけでも、これで分かったでしょ俺も関係者だって。こんな可愛い子が必死にアポイント取ろうとしてたんなら、すぐオ、OK、ケ出せばよかったな。え恥ずかしいうーん。俺は恥ずかしくないので、大丈夫です。いいえ。 話しませんし、おろしません。怪我人はおとなしく運ばれてください。なんだこれ。恥ずかしいからって、俺の胸元に顔埋めて。はあ、ほんっとかわいい、はあ。約束の15分前です、っと。 バッチリですね。えこの体勢そうですね。後ろはソファーの背もたれ、右も左も俺の腕、目の前には俺。これで、あなたは逃げられませんね。なぜときましたか。あんたが気に入ったから。うん。 俺あんたのこと気に入った。仕事は仕事としてちゃんと話は聞くよ。でもその前に、この15分で、あんたを口説く。ぶつかった時に思ったんだよ。すげえ可愛い,いなって。このまま他人で終わらせたら絶対後悔するって。だから荷物拾いも優先してやった。ああ、そうだ。後であんたのスマホ返すから。 連絡先教えろよ。もちろん、仕事用じゃなくてプライベートの方。ああたまたま間違えたんだよ。ちゃんと俺とあんたのものを区別してカバンに入れたけど、俺だって人間だから間違えることもあるよな。まだ中身確認してないのになんで間違えてることがわかるのか。か。<laughs> そこはちゃんとおかしいって気づくんだな。偉い偉い。 ムキ <laughs> になったり赤くなったり、マジ可愛い。あやめないよ。だって。あんただって嫌じゃないだろ嫌なら、叩くなりなんなりして、離れればいい。ほら、叩いていいぞ。怒らないから、嫌なら叩け。 しないのかって、そんな赤い顔して俺の顔見て。<laughs> もしかして、あんた、俺の顔、好きこういう強引なのも嫌いじゃないへえ、そうなんだ。ほら、俺の顔。 もっとちゃんと見て。この顔好き <laughs> 目うるうるじゃん。かわいい。なあ、キスしたい。ダメ。どうしても。どうしてもダメ。お願い。我慢できない。キスしたい。 言っておくが、キスしたいからって、その場限りで言ってるわけじゃないからな。一目ぼれなんだ。絶対、あんたのこと大事にする。今、彼氏いるいないそっか。じゃあ問題ないよな。俺に愛されたくない。俺はあんたを愛したい。 こんな付き合いの始まり方もいいかなって、俺は思うんだけど、あんたはどうそう思わない。な、俺と恋人になろう。ね。返事は首を縦に振るか、いのどっちかでちょうだい。 動画見てくれてありがとう。ASMR 動画は毎週金土日曜日に投稿しています。気に入ってくれたらチャンネル登録してまた聞きに来てね。バイバイ。